ということで、こちら私の住んでた家なんですけれども、全部片付きました。片付きましたね。はい、これが私が住んでた家でございます。あ、ここでねよくハンマープレスしてたんですよ。よくライブ配信をここでやってました。で、まあ、こちらは4畳半ですかね。でここが私の、キャンプギアの、詰まってた部屋でございます。ここも4畳半かな。4畳半がもう壁一面天井までですねぎっしり、キャンプギアに覆われてたんですが、綺麗に片付きました。はい、ということで旅立ちたいと思います。では行ってきます。すみません、すみません。あ、ちょっとお尋ねしたいんですけど、あの山寺ってどこになるんですか。山寺ってどこになりますか。山寺ここ、あの天童山が出るの。え、山寺ここ、はい、前提が、はい、あなたが行くとこ、どこなの。山寺のお寺、お寺があるんですか。あなたが行くとこ、僕、あ、これ来たことがなくて、うん、山寺っていうところが観光地だなっていう、ね、観光地して、ここからよ少し、ちょっと窓の下のとこ、海さん上がってくとこある。車500円ぐらい、300円ぐらいで置いて、はいはいはい、階段立つの持って、あ、下の方で下に、まず下に、あ、うん、じゃあ、あのいくつか駐車場あったところに止めて、そこから歩いて上がっていくんだ、うん、どこに上がるんですか。あの辺、この山の、この山のあそこ少し寝て、はい、あそこに金川町とか、はい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 、でここから少し下っていって、関東くんがったら、はい、ここさ車を置いて、はい、すぐこう階段登っていく。結構歩きます？しんどい。3000何歩、階段きついな。どっから来たんだよ。僕ね、あの神奈川県。神奈川？うん。一人で。一人で。あ、まあ、今全国一周してて、今山形を回って、もうちょっとしたら秋田行くんだけども。出て関東くんがたらすぐほぼさ車を置いて、はい。300円、500円出さないと。はい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 。でほっからこう階段ずーっと登ってんがと。山さんがね、オランダはタンダだけって山寺のそばに300円ぐらい出さなねんねんから、うん、行ってこい。わかりました、うん、ありがとう。とにかく監督考えたら、うん、すぐここさ、車を置いてな、うん、帰るんだと。ありがとうございます。お気をつけて。はい、いやいい方でしたね、山形のおばあちゃん。ただね、方言がすごくて、2、3割何言ってるか分からなかったんですけど、まあ、言ってることは分かりました。下の方で駐車場を止めて、上がっていくらしい。でね、上がっていくんだが3000段ぐらいあるらしいのよ。ち
ちょっと無理じゃねっていう話なんだよね。ちょっと無理じゃないっていう話なんだよね。あとキューピーいるから無理じゃない。ワンちゃんの方ですけど、あのおトイレ十分気をつけて、はい、あと女性の猿も出ますので、はい、リーダーに自覚して話さないように、はい、あとすみません、たくさん注文して、あの中学生の団体がちょっと100人以上登ってるので、はい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 、分かりました、気をつけて、はい、分かりました、はい、フレンチフレンチですね、欲しいんですよ、フレンチ高くてね高いですよね、これまだね、上だと高いからここで買っていた方がいいらしい。はい、ということで軽快にスタートいたしました。あとね、買ってから気づいたんですけど、上で買った方が良かったね、重い荷物だから。腹せんしてるから息ができない。死ぬかと思った。っていうか、今登りながらね、ちょっと今考えてたんですけど、多分ね、僕犬アレルギーなんですよね。はい、バンライフ始めてからね、鼻水が止まんないのよ。今花粉の時期じゃないでしょ。犬アレルギーなのよ、俺。まずい状況です、皆さん。あれ、ちょっとなんか俺、意外と体力ついてるのかな。まだ息切れしてないぞ。このおっさんは結構やばいけど。すごいね、なんか崖っていうか、切り立った岩がありますね。修行者の参道、小山の自然に沿って作られたこの参道は昔からの修行者の道だって。狭っ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。修学旅行いいよな、修学旅行。こんにちは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 。なんかすごい、100人でこんにちは行けたら。あそこになんか1個ありそうですね。今ちょっと修学旅行生の中学生のね、これ聞いたら、まあ、まだまだあるけど、その分綺麗でしたっていうすごくいいコメントをいただきましたんで、最後まで頑張りたいと思います。綺麗です。すごいね、綺麗だね。綺麗やわ。鼻栓して登るなんて大したもんやろ。これが野営で鍛えられてる曲や。可愛いですね。可愛い。こんにちは。こんにちは。
ということで、下山します。はい、ということで、出口の方に到着いたしました。お疲れ様でございました。キョウちゃん、よく頑張りました。よかったですね、よく頑張った。すごいブルドッグだ。はい、ということで、鼻に詰め物して、仏様みたいな顔で登ってきました。まあ、B さんでね、僕行ったんで、あの皆さんちゃんと靴履いていけばいいと思うんですけど、まあ僕は余裕かな、うん、最近ちょっと体力がついてきたから、イージーカブイージーゴーという形で、上まですんなり行けまして、下山もすんなり景色を楽しみながらね、登ることができました。まあ腰悪い方とかはね結構きついと思うけど、まあ、僕もぎくる腰したばっかりだから一言言えないんだけど、まあ、非常に綺麗な素敵な場所でしたね。なかなかないような光景でした。こんなに階段上がることないからね。はい、ということでございますよね。あ、これか、これだね、行ったとこはこう行ったんだね。もうちゃんと全部行ったね。これ1本いただいていいですか。いや、山寺も登って玉こんにゃくも食べて一旦満喫したんじゃないですか、この辺りは。ということで改めてですね、いましてもあそこまで行ったからね、あそこ行って、あそこか。ということで、キャピバル号に戻ってまいりましたので、いつもこうなんねん。はい、ということで、これからですね、秋田県にかほ市というところに行こうかなと思っておりまして、今調べたところですね、今、こちらの山形、山寺というところにおりますから、ここから、ずっと、まあ、日本海側にですね、北上をしていく形ですね。距離にして140キロ、下道なので2時間47分かかりますね。で、今ちょっと観光スポットをね、調べてたんですよ、にかほ市のね。そうすると、なんかこれいいよねと思って、元滝なんて呼ぶか分かりませんけども、綺麗っぽいのよ。なんかほら、すごいすごい綺麗っぽいわけさ。ここに行ってみたいと思いまーす。ていうかね、よく考えたらね、秋田着く頃ね3時半とかなっちゃうから、中休憩で飯食えなくなっちゃうから、山寺駅にね食べログ 3.6 のお蕎麦屋さんがあったから、ちょっとねここ行ってみようかなと思います。滝不動生蕎麦 3.6。 滝そばです。あ、すいません、今ってやってますでしょうか。はい、営業しております。あ、わかりました、伺います。すいません。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。おります。はい、ということで到着しました。滝不動生そばというかね、田舎そばがいいね。いや、地鶏そばがうまそうだな。なんかこんなにあるぞ、名簿確認する。ちょっと食べてる。あ、これ寒ざらし筋の天ざるそば。はい、寒ざらしそばとは、秋に収穫した新そばを2月の外観に入ってから、秋山の秋に3週間ほど浸してから、寒ざらしを生産させた玄米を引いて売ったそばが、そうなんだ。
稲川さんって、ああ、うん、まあ、これはやりますか、実践するやん、いや、これはね、食べてきました、美味しかった。あの、寒ざらしそばっていうね、おそばがありまして、なんかあの噛み応えがね、非常に弾力があってですね、香りも豊かで、非常になんかその寒ざらしっていう感じでですね、素晴らしいおそばでございました。天ぷらもね、非常にお野菜がですね、ものすごく美味しくて、この山の幸が美味しい土地なんですかね、はい、非常に美味しかったです。とりあえずですね、これから、秋田県の方に、にかほ市ですね、にかほ市の、滝を目指そうかなと、思っております。はい、ということで、出発していきたいと思います。最高じゃないですか皆さん、これ、ね、